いいわけないだろう。こら、こんなとこまで来てガキの相手とはな。平和な顔して。このコロニーにも軍隊はあるんだろうが。ジムもか。待ってたって触らせてやらないぞ。おい、ほら、よっよっと、何が映ってるのかな。おお、なんだこれ、俺か。撮ってくれちゃって。まあ、お、かわいい。お前の姉貴か。これはただのコンテナにしちゃ物々しいな。うわあ、どうせったら、うわあ、このいて、いて、この欲しいか。これとそれと交換ってのはどうだ。ああ、約束するよ。アルフレッド、ほら、もらったよ。このことは秘密だぞ。じゃあな。黙ってろよ、うるさいぞ。大きなお世話だ。15時30分、よし、バーナード・ワイズマン伍長入ります。失礼します。はい、作戦って。待ってください、作戦って一体。特務部隊。はあ、少し。はあ、ああ、民間船に偽装するということで味方に撃たれるという可能性は。いえ、はあ、何ですか。いや、お互いついてないね。いえ、あなんだ。はあ、了解。来た、始まったな。うわあ、行くぞ。頑張れよポンコツ。こちら貨物船アガーベルデ、飛行への入港を願う。こちら貨物船アガーベルデ、飛行への入港を願う。こちら貨物船アガーベルデ、落としてくれ、飛行への入港を願う。やった。いやー、参ったな。ひどいもんだよ外は。相棒がやられちまってさ、悪いけど運び出してくれよ。ディーアの政府はもうちょっとしっかりしてくれないと困るんだよね。領空内でモビルスーツにドンパチやられたんじゃ、こっちは商売になんないよ。バルター・ペーターゼン、 ID ナンバー PG40983726。 おい、もっと丁寧に扱ってくれよ、人形じゃないんだ。え、書類はそれで全部だけど。でも、いや、そうじゃないけど、なんていうか、何も書類一枚くらいのことで。バカ野郎、死にてえのかこのガキ。ある、お前あるか。大きくなったな。ええ、ある。ダメじゃないか、おまわりさんに嘘なんかついて。警官連れてくるなんて、お前正気か。分かってどうするつもりだった。仲間、戦争ごっこやってるんじゃないんだぞ。車がそんなに珍しいか。ふん、お世辞嫌がって。宇宙空間でやられた日には最悪だぜ。何しろ無重力だ。コックピットの中に血が雫になって浮かんでさ、もう地獄も真っ青。俺なんか数えきれないほど戦友が命を落としたのを見てるんだ。本当はお前みたいな子供相手にしてられないんだぞ。え、殺したかないけどな。やられる前にやらなきゃこっちがやられる。ターゲットは落とすしかないんだ。当然、俺もあと一機落とせばエースってとこでやられちゃってよ。油断しまったんだ、中立コロニーだって聞いてたのに。突然ジムが出てくんだもんな。ありゃねえよ。はあ、母親が違ってまして、親父が若い頃僕が生まれたんですが、周りが反対して別れたらしいんです。はあ、気にしてませんから。 いえ、もう除隊しました。今は予備役ですから。工場で機械関係の仕事をやってます。どうもお邪魔しました。
約束があるものですから。平気ですよ、このぐらい。これ、どうも。アル、行くぞ。見かけじゃ性格はわからないもんだな。よっと、いて。なんちゃって、発進。アル、もう帰ろうぜ。連邦の秘密基地なんて見つかりっこないって。まあな。サイド6と連邦との安全保障条約がまだ正式には締結されてないからさ。つまり今はまだ連邦の活動にいろいろ制約があるってこと。何を考え直すんだ。パイロットのことなんか気にしてないよ。エースになるチャンスはこれからもあるしな。さ、アル、入ろう。飯でも食おうぜ。どうした？アル、おい。同じ人間がいるからってそこが連邦の基地とは限らないぜ。どうやって近づく？地下？ここが 2-27 ってことはここから200メートルぐらいか。意外と簡単に行けるかもな。慌てんなよ。もうちょいってとこだろ。妙だな、スイッチが見当たらない。もう一つ西の通路当たってみるか。わかったぞ。新品のシャッターがこのブロックにだけ取り付けてある。人が入ってほしくない理由が最近できたんだ。ピンポン。伏てるなよ。場所を突き止めただけでも大したもんだよ。まあ偶然とはいえこいつは大成功だぜ。きっと隊長も喜ぶぞ。ん？アル、何やってんだ。やめとこう、アル、危険すぎる。死ぬかもしれないんだぞ。平気だったか。目標はあの出っ張りだ。俺がたどり着いたらワイヤーを伝って飛んでこい。分かったな。宇宙服を脱いで渡すんだ。ん？アル、やめろ。アル、やめろ。捕まるぞ。アル、貴様、何がモビルスーツだ。ジムか。じゃあなんだ。カメラモード使ったんだろ。ちゃんと映ってるかな。お前楽天的だな。失敗した時のこと考えないのか。車の中で寝てます。はい。アル、着いたぞ。おい、アル、お前の家だ。アル、起きろよ。しょうがねえな。ん？似てら？下手くそ。助かりました。失礼します。マッケンジーさん、次からはワイズマンじゃなくてバーニーでいいです。おやすみなさい、クリス。あれはさ、ガンダムの新型、連邦の秘密兵器だな。お前よく知ってんな。楽勝さと言いたいとこだが、ま、五分五分だろうな。まあな。クリスがさ、俺のことを何か喋ってなかった？あ、そう。いや、あの子連邦の軍人だろ。きっかけがあったら役に立つ情報が手に入れられるなと思ってさ。それもいいかもな。陽動っていうよりおとりみたいなもんですか。はあ。え、いつ行くんだ。明日。やめとけ、絶対ダメだ。ダメだと言ったらダメなんだ。いいか、絶対に行くんじゃないぞ。俺も着任したばかりだ。そう、シドニー生まれのシドニー育ちなんだ。最高だね。今頃街は雪で真っ白だろうな。街は雪で真っ白だろうな。出血がひどくてほとんど意識がありません。ああ、見りゃわかるだろう。あいつはミーシャが破壊しました。僕たちも早いとこ脱出しましょう。隊長、隊長。
隊長。戦士です、戦士です。警戒が収まるのを待つつもりですが。待った方が安全だと思いますが。じゃあなぜ。そんなバカな。あなたは逃げないんですか。後ろをよく見ながら歩いてきたか。警察は俺を探してたか。そうか、座れよ、食おうぜ。どうしたんだよ。またそんな話か。もう考えるな。死んだ奴には月がなかったってことだ。隊長だろうとなんだろうと、月のない奴は死ぬんだ。それが戦争ってもんだ。わかったか。ほら食えよ。ある、俺は今日中にこのコロニーから脱出する。そうだ、気持ちはわかるが、時には逃げるのも男としてだな。俺の話を聞け。あと3日、クリスマスの晩までにガンダムを始末できないときはグラナダの艦隊が来る。核爆弾を使ってコロニーごとぶっ潰す作戦なんだ。このコロニーは確実に破壊される。もうどうにもならん。お前もここを離れるんだ。母さんと旅行に行くとかできるわけないだろ。できないの。あんな化け物どうやら倒せるんだ。修理してどうするんだ。お前が動かすのか。俺はな、モビルスーツなんて一機も落としたことがないんだ。言わねえよ。俺はただのひよっこで、みんなのお荷物だ。ただ連れてこられただけなんだよ。はあ、怖いね。怖くない方がどうかしてる。臆病とでも何とでも言えよ。うるせえぞ。見ろ、盗聴マイクだ。お前が俺たちのことをバラすんじゃないかと思って、こいつで盗み聞きしていたんだ。仲間の印なんて嘘っぱちさ。行きたかったら逃げるんだ、アル。なあ、このコロニーから脱出しろ。俺は逃げると決めたんだ。そんなことしたら死刑だぞ。お前だって同罪なんだから。船あるかい。どこでもいい。フランチェスカで1枚だ。クリス、あのウイスキー水割り。ああ俺だよ。ああそのつもりだ。ああ、あいつを倒すためにもう一度攻撃をかけることにした。手伝ってくれるか。ああうまくいくさ。バカ野郎。必要なのは工具、ザクのパーツ、武器、この3つだ。工具は買えばいい。盗む。ジムの残骸がコロニー中に転がってる。使える部品をその中から探す。連邦に捕まる危険だってあんだぞ。よくぞ言った。では武器を入手しに参ろうぞ。武器を積んだトレーラーが2台残ってる。ミーシャの置き土産ってわけだ。まだ1台残ってる。駐車場だ。少し急ぐぞ。よくやったぞアル。このトレーラーを捨ててから新しい車を手に入れよう。ん？武器が足りないんだ。飛び道具がないとガンダムに近づく前にやられちまう。そいつは難しいな。何かいい手がありゃな。ん？あれだ。ああすごいのがな、こいつだ。気絶しただけだ。この発煙筒と風船を使って罠を仕掛けるんだ。場所は連邦基地のそばの森がいいと思う。あそこなら他人を巻き込む心配がないだろ。ガンダムを誘い込んで不意打ちをかける。そうすりゃヒートホークでも勝てる。楽勝だなこりゃ。情けない顔すんなよ。明日親父さんが帰ってくるんだろ。戦いの方は俺一人で十分だよ。明日のお前の任務はこれだ。この包みを届けてほしいんだ。ディスクに指示が入っている。作戦が失敗したら、俺が死んだら、そのディスクを見て俺の命令通りに行動しろ。大事な仕事だ。頼んだぞ。万が一の時の用心だ。ま、使う必要はないだろうがな。明日の2時、ガンダムやっつけてこのコロニーを守ってみせるさ。いいクリスマスをな。
ある。おやすみ。もちろんさ、任せとけって。ほら来たな。どうした、追ってこないのか。よし、いい子だ。ある、いいかい、よく聞いてくれ。この包みの中には俺の証言を収めたテープや証拠の品が入っている。このコロニーが核ミサイルの目標になったわけを知る限り喋った。もし俺が死んだらこれを警察に届けてくれ。大人が本当だと信じてくれたらこのコロニーは救われると思う。俺が直接警察に自首しようかとも思ったんだが、なんていうか、そうするのは逃げるみたいに思えて、ここで戦うのをやめると自分が自分でなくなるような。連邦が憎いとか隊長たちの仇を討ちたいとか言うんじゃないんだ。うまく言えないけど、あいつとガンダムと戦ってみたくなったんだ。俺が兵士だからなのか、理由は自分でもよくわからない。ある、俺は多分死ぬだろうが、そのことで連邦軍の兵士やガンダムのパイロットを恨んだりしないでくれ。彼らだって俺と同じで自分がやるべきだと思ったことをやってるだけなんだ。無理かもしれないけど、他人を恨んだり自分のことを責めたりしないでくれ。これは俺の最後の頼みだ。もし運よく生き延びて戦争が終わったらさ、必ずこのコロニーに帰ってくるよ。会いに来る。約束だ。これでお別れだ。じゃあな、アル。元気で暮らせよ。クリスによろしくな。